充しろってこと？無理だって。考えてるほど難しくないわ。細かい操作は自動制御だから。だからって。敵はもう目の前よ。お願い。くそ、まだ手だ。私の言う通りにすれば大丈夫。信用して。まずは周辺の敵を掃討するわよ。操縦方法を手短に説明するわ。まずは標的をロックオン。これをやらないと戦闘にならないわ。必ず覚えておいて。次はロックオンした目標を攻撃。ウェポンボタンを押して。その調子。近くの敵には近接攻撃で対応して。攻撃範囲に入るとマーカーが変わるから、それを目印に攻撃を行って。避難の状況はどうだ？残り1割強です。まずいな。大丈夫よ。周辺の掃討は完了。筋は悪くない。さすが男の子だね。敵が出現した。向かうわよ。ちょっと待って。もうレーダーを確認して。赤い光点が敵のいる位置を。そこへ向かって。敵の展開が早い。高速移動したいときはダッシュを使って。長距離を移動するときや攻撃を回避するときに役に立つわ。ダッシュを解除するには最後ダッシュボタンを押して。他のウェポンの使い方を説明するわ。シフトボタンを押したままにしてみて。ウェポンパネルも点灯するから。パネルに表示されたウェポンに対応したボタンを押せば攻撃ができるわ。気味の悪い化け物は何なんだ。私たちはその調査で来ていたの。あの隕石騒ぎ。そう。でもこんなことになるなんて。こうだ。二人乗りなのにどうして一人で。一人でも簡単な操作は可能よ。これはロールアウト前の新型なの。正式な回まだ私だけ。今日は調査を兼ねた試験運用の予定だったの。メイ、応答しろ。はい。その少年は保護した民間人です。例の目標に襲われていたため木に乗せました。一人では満足な戦闘が行えないため操縦してもらっています。民間人が戦闘だと。私がサブパイロットとして補助をしています。大丈夫なのか。このままだと救助活動にも支障が出ます。緊急時なので了承を。救助隊の支援のためこちらには向かえない。無理はするなよ。聞いた通りよ。私たちだけでやらなきゃ。保護して戦わせる、それが軍のやり方かよ。
のか。こちら D3、 未確認の機種を確認。なんだこいつらは。こいつらは敵だ。気をつけろ。聞いたわね。迎撃するわよ。これって人が乗ってるんじゃないの。もう勘弁してくれよ。君が敵を倒さないともっと多くの人が傷つく。何より君が危ないの。だからって。大丈夫、あれは無人機よ。どうしてわかるの。私を信用して。こちら D3、 化け物が突然消滅した。消滅？どういうことだよ。気をそらすな。あと少し、君ならできるはず。気がする。そうでもない。私だって怖いもの。敵の掃討を完了。ヘイ、残りの連中はそっちに向かってる。まだいるの。お願い。これで終わってくれ。も無事です。ええ、しばらくは拘束した方が良いでしょう。了解しました。艦へ連れて帰ります。今日はお疲れ様だったね、バレル。疲れて眠っちゃったか。今はゆっくり眠って。